ジュゼッペ・アダーミは、イタリアの劇作家、オペラ台本作家である。プッチーニの晩年においていくつかのオペラ台本を提供したことで、特に有名。ベローナに生まれる。はじめパドバ大学にて法学を学ぶが、文学を一生の職に定め、地元ベローナのアリエナ紙で演劇評論名を担当する一方、多くの舞台劇を著した。1911年には著名な楽譜出版社リコルディ、社総帥、ジューリオ・リコルディの紹介で、プッチーニの知遇を得た。この頃プッチーニは、パリで見て、オペラ化を思い立った、グランギニョール劇、街頭の台本作成者を探していたが、アダーミは、わずか3週間ほどで、台本を完成、プッチーニからの高い評価を得た。並行して、ウィーンから移植されていた、オペレッタ、ツバメの台本も、作成、ツバメは1917年、街頭は1918年に初演された。その後、カルロ・ゴッツィの研究家としても、有名だった、劇作家、レナート・シモーニと共同で、プッチーニの最後の作品、トゥーランドット台本も作成している。アダーミは、プッチーニ以外の作曲家、例えばリッカルド・ザンドナーやフランコ・ビッタディーニに対してもいくつかのオペラ台本を著しているが、これらは現在では上演機会に乏しい。彼はまた、プッチーニの書簡集、伝記、ジューリオ・リコルディの追想集などを出版しており、これらは20世紀初頭イタリアオペラ界を知る資料として一定の価値を認められている。1946年ミラノで死去。ありがとうございます。